つむいてしまうね。恥ずかしいね。手疲れてるね、やっぱり。だいぶ疲れてますね。どうだい？気持ちいい。私、固まってるんです、僕、手が。ここすごいよね。あ、物書いてると、どうしても。ここなんですよ。ここその辺だったりとか、なんていうか、一番大きいところっていうか、太いところ。ここね。そこです。あー、それも痛い。ここでしょ。あー、それですね。これ、これ、ここ。こう、こうね。あー、それも、もうなんか本当に、何個か柔らかくなってくるの、すごいわかります。1分間に5500の振動があるから、これ。ローでね。ハイだと、6500かな。これちょっとね、ローで。必ずローで。これでも腕細くなりそう。細くなるよ。うん。ほぐれるか、ある程度。二の腕とかもあれですか？細くなったり。あそこ気持ちいい。ここ？そこやばいです。あー。何がやばいの？そこめっちゃ気持ちいいです。あそっちもいいですね。あ、これ中もだからどこやっても気持ちいいでしょ。多分。もう今多分すごい疲れ溜まってるんで。うん、ああ。この後物かけなさそうな感じですね。手が震えちゃって、ごくごくごくみたいななりそう。ここはすごいね。すごいですね。気持ちに自分で当ててごらん。よいしょ。したがろう。したがろう。これですか。うん。あ、でもなんか違うでしょ。違う。なんでだろう。なんか当て方は合ってますか。うん。待って、後ろにちょっと、まあ、できちゃった、まあ、多少に、そう、あの感じ方が全然違うでしょ。多分こっちも震えてるから、なんか、あと力加減、いや、でもいい、力加減いいんだけど、多分自分でやってるから気持ちよくない。あ、脳が、うん、あ、うん、なんか、って感じ。あ、全然違う。なんだこれ。なんで？すごい。やってるとこは同じでしょう。はい。当ててる感覚も同じなんだけど、人にやられるだけでこんだけ気持ちよさが違う。気持ちいい。幸せすぎる。もうずーっとやっててあげたくなっちゃうね。あ、このまま寝るまでお願いしますみたいになっちゃう。子守歌の代わりになります。なります、確実に。このまま爆睡しちゃいます。
構気持ちよすぎますね。さっき思ったけど。